ギガ連射。さあ、やっていきます。今日やっていくのはこちら、チェリーの巫女おみくじ。ねえ、本当は年明けてからやりたいとこだけど、フラッシュがね、フラッシュのサポートが12月31日をもって切れるので、やるのがね、12月、2020年度中になりますね。これで引いたくじの結果をどう受け取っていいのかわかんないけど、まあ気持ち的には2020年の運と思って、やだな、アクターのみくじは怖いな。容赦なくなんか悪い運勢出そうで嫌なんだよな。一発バシッと引いて2020年の運をね、クターでの運をちょっと試してみようと思います。はい。ドキドキするなぁ。あらすじ、まずはあらすじから、こうやってあらすじ出してるのもね、まあわざわざ読んでるのも、まあクター、一応ギガ連射公式の方からは、こういったフラッシュのゲームも何らかの形でできるようにするみたいな告知は出てるんですけど、ゲームはできるようになっても、もしかしたらこのあらすじの方がね、残んないんじゃないかっていうような気持ちもあったりするので、あらすじもいちいちちゃんとしっかり読んでおります。だったらゲームの遊び方も読んでいけと思うんですけど、まあそこはね、そこは全部読むとちょっとまどろっこしいんでね、まずはあらすじだけ読んでいきます。笑っているのか泣いているのかはさっぱりわからないが、可愛くおみくじを運んできてくれる脅威の無表情キャラチェリー。柏手をパンパンと2回叩くと、巫女さんが登場しておみくじを運んできて占い結果が出るぞ。テクノアイランドの女の子クターが巫女さんの衣装で登場だ。巫女萌えの方必見のクターコンテンツだ。占い結果を信じるか信じないかはあなた次第。つってね。ね。コロナ不況のために JAL の添乗員さんが、なんか、神社で働くだか働かないだかニュースになってましたか。ね。これにはランキングもありません。当然ランキングもなく、もう一発勝負ですね。何回も引き直したいけど、いやー、それは、無粋ってもんでしょうな。おそらく、クター動画最後にこの動画を上げることになると思うんですが、どんな結果になるかな。ほい。再生ボックスがあるな。これあれじゃん。ローネか?ローネかな?ローネじゃないわ。誰だこいつ。グレープみたいな。あ!再生ボックス叩いたのに。末吉!願い事、焦らないこと、待ち人、もうすぐ来る。なくし物、置物にあるはず。あ、物置にあるはず。さあ、物置か。なんかありそうだな。仕事、思わぬトラブル。仕事してないんで OK。せーの。学業、頑張るとき、よし、頑張ろう。出産、思わず早め。出産はないな。病気、軽くて安心。よし。縁談、いい人現る。マジで。ああ、末吉だけどあんまり悪くないな。ってことで、クターのおみくじでした。テクのおみくじでした。これはクターだな。これはチェリーだな。タイトルに戻るしかないのか。もう一回引かない方がいいよな、こういうのはな。一発勝負だよな。はい、ってことで、チェリーの巫女おみくじでした。動画時間3分30秒。はい。はい。はい。良いお年を。